はい、今回ご紹介します Android 端末用のアプリは Easy Tether です。こちら、有料版となっておりますが、簡単に USB テザリングができるという、アプリです。で、この Easy Tether を、使う前に、母艦となる、ノート PC の方にドライバーをインストール、しておく必要がありますんで、まずは、ノート PC の方で、ドライバーをインストールする手順を、お話をしたいと思います。はい、このページが、Easy Tether Android Tether Solution というブログ。ここに、Easy Tether の、ドライバーがあるんですが、ちょっと画面が見えにくいので、画面を切り替えたいと思います。はい、画面切り替えました。少しは見やすくなったでしょうか。Easy Tether ドライバーずっと書いてる、下の方に、ここ、Windows 7 Vista XP で、括弧で、コアパッケージと書いてるんですが、その横に、32bit、64bit がありますんで、私は XP を使っているんですが、この 32bit、ここですね、拡大します。はい、この32bit、そこを、クリックします。そうすると、このような、ファイルを保存しますかという画面が出ますんで、このファイルを保存するをクリックします。はい、ちょっと画面が、切り替わらないんですけれど。はい、今、ダウンロードが終わって、ウイルススキャンを行っております。はい、ダウンロードが、終わりました。あとこれを、このノートパソコンにインストールします。はい、先ほど、ダウンロードしました Easy Tether の、ドライバー、ここにありますんで、ダブルクリックします。はい、すると、このような、メッセージが現れますが、ここはもう実行をクリックします。はい、で、インストールが、始まります。はい、このような画面が出ますので、まあ、英語で書いてありますけれど、NEXT を入れると思います。はい、この画面も、NEXT でいいです。はい、で、インストールのボタンを押します。はい、これで、インストールが始まります。ちょっと時間がかかります。はい、途中、このような、ソフトウェアのインストールの画面が出ますが、ここは続行でいいです。はい、また出ますね。ここも続行でいいです。はい、で、インストールが終わりました。ここでチェックがついてるんですけど、まあ一応チェックを外して、まあ、インストールを終了しときましょう。これで、母艦のノート PC の方への、ドライバーの、インストールが完了しました。はい、インストールが終わったら、母艦の方のノート PC は、再起動をします。はい、これで一応再起動を行います。はい、母艦の、ノートパソコンの方に Easy Tether のドライバーをインストールして、コンピューターを再起動しましたら、ここの、常駐のところに Easy Tether Not Connected という表示が出ます。ここにアイコンが出ます。はい、で、これで、無事母艦の方への、ドライバーのインストールが終わりました。はい、ここに、Easy Tether Pro あります。タップします。で、このような画面が出ますので、セットアップ、セッティングス、
で、ここ、USB テザリングセットアップ。ここをタップします。そして、種類がいくつかあります。私は、Windows XP を使ってますんで、Windows セットアップですね。で、あとここ、ドライバーに関するもの、ソフトウェアに関するもの、出てますけど、もう、母艦の方には入ってますんで、もうダウンロードトゥーコンピューターでいいと思いますね。で、あと、いろいろと英語で書いているんですが、あと、ネクスト、ここもネクスト。で、ここもネクストでいいと思います。そして、ここ、ネクスト、押せないところがあるんで、ここで、オープンセッティングスところをタップすると、ここで USB デバッグモードにするしないというところがあるんで、ここ、USB デバッグを許可するとかですね、ここで、設定することができるんですね。はい。で、これ一旦戻ります。そうすると、NEXT が出ますんで、NEXT を押します。また英語で、書いているんですが、そこも飛ばします。NEXT。はい。と、ここに、先ほど、パソコン側の方に紹介した、常駐タスクバーに、テザリングの、ED テザーのアイコンがありましたよね。で、そのことをここに英語で書いてあります。はい。で、あと、フィニッシュっていうところがあるんで、フィニッシュを押せば、はい、スマートフォン側での、セッティングは完了しました。はい。そして、いよいよ、スマートフォンと、ノートパソコンを、この、USB ケーブルで、つないでみたいと思います。はい。スマートフォンとノート PC を、USB ケーブルでつなぎました。そうすると、上の方の通知バーのところに、まあ、日頃、見られないアイコンがいくつか出ております。そのアイコンすべて USB でノート PC とつないだことによる表示アイコンですね。じゃあ実際これノート PC の方はつながったかどうかということを確認してみたいと思います。はい、常駐タスクバーの AG テザーのアイコンをマウスを置きますと、Not connected、つながってませんというメッセージが出ますんで、ここで、右クリックします。そうすると、こういった、コネクトビア、Android というのが出ますんで、ここをクリックします。はい。すると、コネクションエスタブリッシュドということで、USB と、テザリングでつながりましたということになりますね。はい。これで、USB のテザリングができたかと思いますんで、実際、ノート PC の方で、ブラウジングしてみたいと思います。はい、では、ブラウザーを開いてみます。はい、iGoogle を読み込んでいるとこですね。はい、無事に開いてますね。試しに、最新の、ニュースを、クリックして、開いてみたいと思いますが、読み込んでいますね。はい、ということで、au の、スマートフォン、インフォバ A01、それと、Android 端末用のアプリ、Easy Tether を使って、USB テザリングをやってみました。インフォバ A01 でも、できるということが分かりました。なお、この、Easy Tether というアプリは、有料アプリです。ご使用の際は、もちろん自己責任で、よろしくお願いします。また、Easy Tether に関するお問い合わせは、開発メーカーの方へよろしくお願いします。ということで、今日は Android 端末用のアプリ、イージーテザーをご紹介しました。それでは失礼します。